で、投げるときに後ろ足にこうやって重心が乗ってて運んできて、で、スイングしたときに前足でもうかなりもうブロックする感じで止めちゃう。これが、ちょっとまだ今のでも少しこうやってグーッと流れるんで、もうピタッと止めたい前足を。そうそうそう。OK、そう。そうすると腕走ってくるから前に。OK、もう。あー、ちょっと抜けたね。目線とへその向きがこうなるな。なる原因は前足が止まらないから体開いた状態で新しい。そうそう、そこまではしっかり閉じてたい。いや、上から入ってるでしょ、こうやって今の位置、はい、左肩が下がって、右肩が上がって上から入って、トンっていう風な感じでいくんで、これをもうちょっと下から入って、これ、うん、うん、なんで、今のはスタンスが狭くなって伸びるんだけど、持って前に入るから、その時に前の肩が下がって、で、そういうのも、竹井さん言ってたやつ、そうすると上に上がるから、そこからのスタートになるんで、上からこう入っちゃうんです。これを、もうちょっと右足に乗っけといて、グーンって乗っけの時間長くしておいて、で、下から入りたい。下から行く、そう、下から。で、下から入ろうと思ったら、下半身が伸び上がってたら、下から絶対入れないんで、スタートで曲げておいて、ボールと下にも潜り込んでいくぐらいの感じで、下から。そこ丁寧に右足乗せてから運ぶと。引いて、乗せるところ。乗せて運んで、そうそう、そこの間が欲しい。後ろ乗せて、グーン、乗せて、よし、これはね、前に踏み込んだ形でも、この時間。前ですか？そうそう、前入ります。OK。左、左。よくないのよ、これね。すぐに左足ついて前に乗り込むと、もうこれ調整が効かなくなるんで、うん、右足で時間調整したいから、もう少し右足の上にちゃんと重心を置いておきたい。よし、ケイ、よし、ボー、よし、ケイ、ラスト、いい感じ。よし、あー、ありがとうございます。水分計しましょうか。